せーのレイブシ,イブシこんにちは,こ,んにちはこの番組は恋愛作家の店長と議事恋愛の先生さらに不安なので、えー、石坂さんにも助けてもらいながらお届けします 最後までお付き合いいくださちょっとこの頭の部分は毎回何か変えようかな何、はい、かぶっ込もうかなって思うんですけど <laughs>、はい、なかなかなんかあのスタートまだスイッチ入ってないですよね <laughs> 我々が意外にもう形もこれで決まってるから、ね、そうそうんかちょっと今日なんか変わった感じでやろうかなと思ったんですけどちょっとそれできなくてでえっと今日は前回ちょっと曲流せなかったんで、はい、まあオープニングは短めでいけます、うん はい、で先週ですね、はい、一応、たまきパーティー2019、小春ちゃんの番組で、はいうん、一応、われわれの恋愛あの参加してもらって、楽しかったねのコメントと、はいでまあ、今後、月1回やっていくっていうのも、前向きに考えてますよっていうのを、ちゃんと言ってたんで、はい、言ってたんですか言ってました <laughs> ちゃんと聞いてや、であの実際、店長の方から <laughs>、はい、まあツイキャスでもコメントを入れて。うんうん まあ、そ,そ,そういう感じなのをやったんですけど、はいまあ、実際のところそこに力入れるかって言ったら、うんまあ、そうでもなくていつも通り行こうかなみたいなね <laughs> どっちやねん <laughs> <laughs> 誘ってくれてるのに <laughs>、まあ、期待を裏切るのは好きだから「たまき、あ、パーティーはたまきパーティーバージョン」でね <laughs> <laughs> そうだねちょっとね恋愛をちょっと掘り下げるっていう感じでね、うん、行こうかなと思います <laughs>、はい、であと一個、うん、ちょっとメインの告知なんですけど来週、えーうん、10月の25日 9時から10時まあ実際もう生放送みたいな感じでツイキャスからのちょっとアクションもいろいろとお待ちしておりますでですねちょっとまあ前もって今あ生放送みたいなってた生放送みたいだよね生放送いやそこ今ちょっと突っ込まないでらってごめんちょっと長くなるからでえっと実際今スペシャルの内容がそんなに何て言うんだろう細かく定まってなくて一個だけ定まってるのが「はい。 まあ新しいコーナーを頭に持ってきて時間が余ればいつも通り恋の妄想をやろうと思うんですけどンメイで恋の妄想実際できるんでしたら一応テーマがタイムカプセルで内容が10年後の彼女へ送るメッセージとはんです。もしリスナーさんからあのツイキャスだとこんな長い文章になるのは送れないんで事前に一応メール送っていただきたいなまあ来週の25まで。 あの来週の25の九時夜9時までに送ってもらえればその部分でもちょっと <laughs>、はい、あのリスナーからの、うん。 この答えとしてそれも読みたいなまリスナーさんも同じテーマで参加みたいなそうですね<ー>ここだけちょっと唯一テー,テーマっていうか番組の構成決まってて、はい、あと何も決まってないんですよね <laughs> そう,ね <laughs> うこれ告知できないんで、ま、とりあえずこれぐらいにしときますちょっとやっぱ予定してた時間よりかちょっと膨らんだんであと4秒だ <laughs>、はい、一応番組の紹介はしなくてなったやっぱり <laughs> 一応なんか、まあ、一応読んだ方がいいのかな、えー、一応読みましょう はいじゃあ、えー、この番組は毎週土曜4時30分から5時までの30分番組です、はいはい、実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください、はい、番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っております、はい、もし時間が余れば空気を読まず店長の恋愛節をだらだらと話しエンディングにバトンを渡していきます、はい 笑いも恋バナもアッパースイングを狙っていきますので皆さんからはたくさんのメッセージをお待ちしております、はい、メールアドレスは797「@FM 技ドッ .com」まで送ってちょうだい、まあ、それでは CM でーすなんかおかしいなン長浜モーター鈴木の新型ソリオカーカー映画やっしート 長浜モーターギノ野湾中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーターあ恋したい,店長いいい店長ラジオ番番組組がありますよどんな番組かなか <laughs> 陽気のうさんさお二人が恋愛感を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ全然伝われねえな恋愛節は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いてー ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通りステンマグーから伊佐交差点へとつながる坂道ギノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね続いてはメインコーナー恋の妄想イイエーイ あんなこといいなできたらいいなって今いるのかなと思って <laughs> そっち今日コメントしたら <laughs> ちょっと前回イエイがいいえって言われたから言ったんだよ <laughs> 俺はもう妄想つかだ先生が何も言わんからね俺がちょっと考え,えたないんだなと思ってちょっとドラえもん持ってきたんだけどね <laughs> そっちのイエイに圧倒されてなんか俺あれだよね浮かばれてないよねなぜドラえもん <laughs> いや妄想だからよ <laughs> 妄想だからなんか妄想とドラえもん繋がるか <laughs> <laughs> あんなこといいなさ できたらいいな。この部分だけ、そうそうこの部分だけをあえて妄想にまたどこどこらかってんですねあああああ。あのー、噛み合わせた <laughs> じゃあもういいもん。もうい,いやもう読もうね。ちょっと時間ちょっと短いから、はい、えっとこのコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々二人がお題に対して答えていきます。はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい、良かった点、悪かった点について議論し 恋愛武士へ出世してもらうコーナーですただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります はい、ここはいない <laughs> <laughs> 最初考えたとここはいないやっぱ結局落としどころはまあいいや <laughs> でえー、っとなのでたくさんのラブメールの送信をお待ちしております、はい、でラブメールの書き方なんですけどもうあんまもう何回も何回も抜いてるんでここ <laughs> ははしょるんですけどもう来てないから日にくれてる <laughs>、うん、でちょっととりあえず丸三角バツで適当に送ってくださいね <laughs> お願いしますであのスペシャルなんですけど <laughs>、はい、スペシャルについては<ー>なんかツイスャス上で あの、店長丸とか、ねうん、先生丸とかね、うんうん、そういう風に送ってほしいなって、普段メールがない分いないね。 ね、リスナーさんもちょっとツイキャスで力入れるよみたいなね。はい、よろしくお願いします。なんで上から。どうした？あの局長が言ってたでしょ。うだね。俺らの放送はなんか斜め上からだよね。なんかずれてるみたいな。ずれてるみたいな感じ言ってたんで、まあそこはちょっとね、あの取り入れてみました今回。で一応11分52秒なんで、えっと一応このとりあえず仕上げてって、ちょっとまああ。 と余った時間をちょっとダラダラと喋りましょうね。ワワワする。はい、やりましょうね。<laughs> はい、でえー、っと先週のお題は何でした？先週がサプライズじゃないか。じゃないよな。<laughs> じゃないよな。あ遅刻です。あ遅刻ですね。そうです。はい遅刻ですね。<う>はい。でえー、っと今週は、えー、お題が殴っ、はいえー、めのセリフですね。うん、はい。じゃあシチュエーション読んでいきましょうね。はい。 今日日は僕の誕生日です彼女からは愛をいっぱい詰め込んだプレゼントを楽しみにしててね」って言われましたここ数年は恋を休んでいたせいか誕生日を祝ってもらえることが楽しみでした前回遅刻した僕は待ち合わせよりかも1時間早く着いて彼女を待っていました約束の時間に彼女は現れたけど今にも泣きそうな表情をしていましたびっくりした僕はどうしたのと尋ねると彼女は「 大切なプレゼントなくしたごめんねではプレゼントをなくした彼女にどんな慰めの言葉をかけますかまた彼女がなくしたプレゼントとはどんなものだと思いますかですね、はい、今週のお題は。今回あの彼女のセリフちゃんと見てななかったなあ<ー> <laughs> 繋がるか毎回無理やりなんか石坂さんにちょっと彼女のセリフ読んでもらってるんですけど石坂さん発信は大切な、はい、あの大切なプレゼントなくしちゃった。 ごめんね<て>から発信してもらって、はい、で、まあ、我々がいつも通り棒読みで読むっていうね <laughs> これはもう多分あの定例なんでね、はい、もうもうこれはこの感じは変えない,いう,もうこれで読みすぎてが感情を入れて読むのを読み方は全然わからない、ね、もうわからないよね <laughs> で今更なんか役者にもなれそうでもないしね <laughs> まあそこら辺はなんかねそのまま貫き通していこうかなみたいなね <laughs> <laughs> そういう感じがあります。<laughs> はい、じゃあどういう感じ？<laughs> ううここ突っ込むな。<laughs> 今適当に喋ってたわ俺も。<laughs> そうっすね。はい、じゃあ行きましょうね。はい。えっと伊坂さんすみませんちょっと毎回無理やりで申し訳ないんですけど、<laughs> はい、あのセリフの方をお願いしてもよろしいですか。はい。はい。じゃあお願いします。大切なプレゼントなくしたごめんね。うーん、なんだろう。とりあえず笑おっか。 プレゼントは僕の中で楽しみにしていたけど、一番一番嬉しい。プレゼントは石坂さんの思いの深さを感じれたことだよ。最高の誕生日プレゼントありがとうです。なんか神々だならお,<ー>おい、<laughs> 神々だな。ちょっとまとめてまとめてっていうか、まあ、短く簡潔に。 まあしてみたのと今日買ったんじゃないいや買ってない <laughs> でなんか一番持ってきたかったのが、うん、一番嬉しいプレゼントは、はい、石坂さんの思いの深さを感じれたことだよ、うん、まあ物まあこの物が高い安いとかじゃなくて物よりも気持ちだようそうそうそう、うん、このプレゼントに対しての思いがどれだけ深いかっていうのを、はい、ちょっと強調したくてまあその部分なんか若干噛んでるんで全然 強調されてないんすけど、今もかみそうなね。なんか強調しそうんだよな。どうしたの？緊張してるな。強調だあれだね。仏陀に手うさげるの忘れてきたから、顔面が笑ってちょっと怒ってるね。ダメだね。まあちょなんかそういうちょっとシンプルにあので、あの上の部分はちょっと泣きそうな彼女を目の前にするとちょっと戸惑ってしまう自分を表現した意味で、うんなんだろうっていうのはちょっと自分のセリフをここに置いてみました。そうだね。うん。 でまねアホだからそれ以上の言葉って思いつかないんでとりあえず笑おうみたいなねそれぐらいかなっていうちょっとやっぱニュースなんか似てくるなやっぱ同じ感じになるのかな今回似てそうなんか言いたいことが同じような感じがするじゃあ行ってみましょうかその似たようなセリフをお聞きください皆さんはいお願いしますじゃあ石坂さんお願いしますお願いします 思いを込めて一生懸命作ってくれたんだねその気持ちがとても嬉しいよありがとうでもやっぱり自分が一番嬉しいプレゼントは大好きな石坂さんの笑顔なんだよ今は笑う気分じゃないと思うけど今日も石坂さんに笑ってもらえるように頑張って楽しませるよ愛情を込めたケーキ今度は2人で一緒に作ろうかです <laughs> これも合わせてきたなそっちな。あんまりするのというもんじゃないね。そこまで寄せる必要はないかなと思ったんですけど、はいじゃあ早速じゃ補足をお願いします。補足。いろいろなんかね、あの考えてきたでしょ。まあそのね、そういういきさつっていうかね、そういったのにちょっと補足。まあ一応流れとして最初にやっぱりこんなにね凹むぐらい。 一生懸命作ってくれたんだねって一応もう店長と一緒にその気持ちだけが本当に嬉しいなっていうのでありがとうって言って、うんはい、でもやっぱり今目の前にいるあなたの笑顔が一番一番毎回プレゼントとして嬉しいよっていうね、うん、そのことを言ってで最後に一応あのあれだよねあのこのケーキはいやっぱり一生懸命作ったケーキだろうから今度一緒に作って一緒に食べようみたいな、うん。 ちょっと彼女もこのケーキ作るのトラウマにならないように <laughs> <laughs> あ。まあ普段やらないことだろうっていう意味でね。あ <laughs> この失敗がトラウマにならないようにそうよ、ね。そこは優しさだね。<laughs> <laughs> っていう感じで作りました。はい。そうですよね。今回ちょっと自分もなんか、うん、あのー、まあ何を彼女がプレゼントしようかとかっていうのはセリフの中に入れてないんですけど、今回一応シチュエーションは、うん、まあ彼女はお金をかけて簡単に買えるものじゃなくて。 ちょっと時間をかけて作何がプレゼントってってなかったそう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 ごめん <laughs> あのやっぱちょっとたた俺にプレゼント何って言ってるよって言ったら <そう S 2> <laughs> だからこれは俺の中で補足 語ろうかなってちょっと思ったんだよね。あのーはいはい、結果が出た後に実際彼女からもらったのは何々でしたっていうのを最後に入れ忘れたから。エンディングっていうかまあ最後は余った時間でねちょっと何かなっていうのを言おうかなと思いました。はいはい、はい。でっとなんかちょっと今日変だよ。今日変だ。俺が変なのか。なんかちょっと硬いね。今日硬いな。なん,んだろうね。深呼吸した方がいいんじゃない。 あんま変わらない。で <laughs> あの, <laughs> であのラジオで深呼吸の伝わらなかったの、<laughs> 音の世界だから。<laughs> じゃあ、はい、えっと、今の感じで、はい、石坂さんじゃあ評価の方。いつも通りしていただきたいんですけど、大丈夫そうですか。一応決まってます。<laughs> 多分、多分。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ、先生の方から、えっと、ドラムコールの方を、はい、押していただいて、はい、評価の方へ。 はい、じゃあドラムロール鳴るしますはい、お願いします店長<お> <laughs> あ、そうなんですかいやいうんうん <laughs> あ、ちょっと意外<や> <laughs> おーあ、そうなんですか、うんはい、おーな,なんか <laughs> な、なんですかね決めては決めてって言うんですかね、そうですねでやっぱり二人 同じなんですかねこの多分ゴールは同じというか言いたいことも同じだなって思ったんですけどなんかあの最初のうん笑おうかがなんかそれでちょっと思わず笑ってしまうかなってそこで思わず笑うんだろうなって思ったらそれがいいのかなっていうなんかちょっと砕ける感じになるというかでもなんか一緒にケーキまた作ろうっていうのも なんかこれはなんか客観的に自分も聞いててこれなんかいいなって思ったのでそれ以外で、ね、んか別の方向でねなんかちょっと良さを感じたんだけど俺もこのセリフについて、はい、おなんか意外に俺れだね今日は勝つぞーっていう時には負けてるけど <laughs> 今日なんか多分ダメだろうなっていう時は意外に勝つんだね、はいまあ、ありがとうございますあの素直に嬉しかったですで、えっとうん、あと3分22秒なんで。はい いつもりありこの番組はバックナンバーを押していますのでバックナンバー選曲で行くんですけどあと三分余ってるんでもうちょっと喋ろっか。でこんな温度差がじゃちょっと話戻すんですけど店長が実際なんかこのプレゼントを何をもらうっていうか彼女が準備したかというと自分は手編みのマフラー。 が欲しかったんですね今まで過去にちょっと彼女とかにも手編みのマフラー欲しいなみたいな、うんはい、そういうなんかアプローチしてきたんですけど <laughs> 昭和か,<笑><笑>か昭和ね生まれは一応昭和平成を長く生きてますけど <laughs> <ー>でも一応昭和生まれなんでなんかやっぱねそういうの欲しいなって思ったんですけど、まあ、彼女 今までの歴代の彼女たちはそれをやってくれなかったみたいな。だろうね。やってよっていうね。毎日ね忙しいけどねでもなんかねちょっと寝る間の30分寝る前の30分とかって少しずつ時間作れて夜鍋して。 でなんかねたまに疲れて帰ってきた時に彼女がこの手編みのマフラーにキスして眠るとかねそういったマフラー欲しかったなみたいなだから昭和かトレンディーまマかママが詰まってるでしょ男のなんかいいなと思って俺なんかいつかそれ欲しいなって思うんすけどまあ多分ねそれはないだろうなっていうねちょっとした憧れを語ってみましたなんか手作りやっぱ手作りだろうなってこれあれだよね にには別入入っっててなないい手作りとかねそそううんだよ今回彼女がここまで落ち込むって手作りだろうなって思うよね普通になんかねデパートでねパッて見て「あこのデザインかわいいこれにしよう」ってあげるものは多分なそんな高価なもんだったらね10万とかかかってね違う意味でよコーナけどあやっていうね給料何か月分よみたいなねボーナス全部入れたのにみたいなそれはエコむかもしれんけどまずそんなことしないですよね普通に考えてねそうだよね 時間をかけて作ったものなんだろうなっていうねそういう感じに一応今回寄せてシチュエーションを作ったんですけどそれで考えたらやっぱり料理かなって思ったんだよね嬉しいっていうかものよりもものも残るからね嬉しいではあるんだけど料理もねなんかいいけどねただ何か実際なんかね料理作ってもらってちょっとあまりにも自分の口に合わない時ってちょっとリアクションに困るよねっていう。 下も騙すしかないよね美味しいだろうって下に言い聞かすしかないよね無理やり下噛むかぐらいで血出しながら食べるかっていうそんな感じになりそうだからやっぱなんかねちょっとそれは親しき仲になってからがなんか理想だなみたいなねまあなんなんか冗談でも言い合える付き合結構じゃまずくてまずいって言えないでしょ作ってもらったのでもなんかああのこいつ多分まずそうに思ってるだろうなっていうニュアンスはなんか素直だからちょっと相手に伝わりやすくて実際どんなっすか 行ってもらった方が嬉しいんですか石坂さん女性からしたらオブラートに行ってもらった方がいいんじゃないもうちょっと味濃くしたらもっと美味しいんじゃないとかこれ無理とか言わないですちょっとな珍しいなんか久しぶりにあるだねやっぱりそうですよね 逆にあの言わないで我慢して食べられたらどうなんすか <laughs> ちょっとしかも若干表情でわかるみたいな <laughs> <laughs> 俺これやりそうなんだよな <laughs> ちょっと怖いなと思って言わないんだったら表情に出さない方が <laughs> <laughs> そうっすね バレなければ一応大丈夫。ああ、まずいなって思いながら食べてても。あ、じゃあそれも優しそうだね。表情出るからあれがあるよね。あのモノマネである健那男みたいにあのテープいろんなとこいっぱいあって表情わかるやつ。もう嬉しそうな顔をあの固定してから。それで食べるっていういいかもしれない。斜話してれば。はい、わかりました。じゃえっとまあちょっとあの曲が 実際あるかどうかわからないんですけど、はい、やっぱりちょっとなんか個人的にこの曲聴いてほしいっていうのがあるんで「はい、バックナンバーを押している番組から「バックナンバーで夢なのであればはいそろそろ時間も迫ってきたので来週のお題を発表します。 来週のお題はえー、っと来週会長のスペシャルになるんですね。はいはい、実際、うん、でまああのー、オープニングでちょっとお話しさせてもらったんですけど、はい、来週のお題はタイムカプセルで、うん、10年後の彼女へ送るメッセージとは、はい、まあ、あなたはどういう風に書きますか？っていう。<laughs> タイムカプセルもそもそもやったことない我々がそれをやるっていうのはどうなのかなと思うんだけどでもやっぱねちょっとね恋愛について語ってるからねちょっと夢を持とうぜみたいな俺ら自身もねこれはなかなかハードル高いなハードル高いできればちょっとね聞いてる人たちの涙を誘うようなそそそうううだからそれをやるにはやっぱバックナンバーの歌詞をパクってくるしか ないよねっていう。ねもうぶっ込むだよな、まただ。まただよな。毎回あのバックラバーがパックてきた時、変な感じになってるよな。そうなの。あ、一応でも、あれだよ、あのスペシャルは。ちょっと意気込みを変えて、今回真剣に行こうかなって思ってて。あ、で、えっと、まだちょっと時間あるんで。スペシャルの、まあ、ゲスト。を先生の方から。ある二人のゲストが登場するんですよね、今回スペシャル。 はいでそれをどなたかちょっとゲストの発表ってまだまだやってないですね実際誰が出るかもわからないはずなんで聞いてる人はお願いしますすキャンささんんとで普通の感じで来たねでもあのねそういう5名でちょっとお届けしようスペシャルっていう感じになるんですけどはい。まあの玉置パーティーみたいな感じになるのかな っていうね、ニュアンス的に、どっちかと言えば、人数とか多いから、うん。ワイ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 しながら、お届けしますよってい。色は若干恋愛物資だか違うかもしれない。<laughs> そうだね。ちょっとふざけた感じになるのかな、<laughs> ちょっと。悪い色はいっぱい出てくるはずね。<laughs> あと2秒はい、じゃ、あまた、ありがとうございます。<laughs>